皆さんこんこにちは僕は福山医療高等学校2年生の石川のです僕にとって平和とは孤独ではないということです。孤独でない状態というのは自分にとってかけがえのない存在を持っていることだと考えます。大切な誰かに支えられていると感じることで人は他人に優しくなることができそれが平和につながると思うからです。人は孤独になると自分の制御ができなくなったり。 自分に対して過剰に甘くなると僕は思います。高校に入学した頃、僕は友達がいなくて孤独な生活を送っていました。今思うと、あの頃の自分は人から嫌われて当たり前のような態度をとっていました。意味もなく家族に当たり、怒られてもそういうお年頃だから自分は悪くないと勝手に認識し、人に対する態度の制御が自分でできなくなりました。そして 僕はは学校に行くべきではない、むしろ楽しいことをすべきだと思い家事や勉強を全くしなくなり自分を守ろうとしましたそんな生活を続ける中僕は世界中の出来事に怒りや妬みを持つようになりましたですが一人のクラスメートの声かけによって僕の高校生活は大きく変わりました人は孤独な時にクラスメイトや身近な存在に 少しでも話しかけられたり気遣ってもらえると自分はここにいてもいいんだなという安心感を持つことができますそんな些細なことでも一人の人間を救っていると僕は思いますそこで僕が考えた世界を平和にするためのアイデアは孤独な人に話しかけたり気遣うことです孤独な人に話しかけることでその人の孤独がなくなって人に対する今までの敬音感がなくなりむしろ 人に対する興味や関心が湧くと思いますそしてその人が他の孤独な人に同じように優しく接しそうした行動が広がっていくことで人々の中に平和が広がっていくと思いますやはり孤独の辛さに共感できるのは孤独を体験した人が一番だと思いますその経験を生かすために僕は将来教師になろうと思います確かにこの多様な社会の中でこの解決策だけでは みんなが等しく平和になることはできないかもしれませんが、まずは身近なところから誰でもができる行動を始めることで、こんな小さな考えでも一人の人間の人生が少しでも良くなると思います。僕は教師になって、一人でも多くの生徒にこうした考えを伝えていきたいと思います。ごごありがとうございました。